速奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。拠点を立てて。行くよ。エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。私だってこれくらい。壁際におびき寄せれば敵上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。これはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。やめて。救援要請だ。これである程度巨人の数を減らせたかな。あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。まだまだ。前線に向かいましょう。拠点を作るよ。
補給完了。故障してんのか。仕留める。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。まだまだ。これでなんとか立体起動ができる。行くよ。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする？アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。やってる。やるな。俺も少しは追いつかないとな。仕留める。私だってこれくらい。悪い、手を貸してくれ。逃がさない。この辺いいよね。行くよ。できなかったあの時とは違う。何が？やっ！
い、誰か。まだまだ。このまま。これがいいよね。やって。ありがとう。ここからは君たちを援護するよ。連中を倒すぞ。何をしているんだエレン。味方、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。周りの巨人は何とか一通り討伐できた。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。私だってこれくらい。後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。そんな方法を私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。仕留める。なんだあの巨人を。くそ、こんな時に。やって、いくよ。
今自分にできることをやるんだ。ミカサが行けば助かる命があるだろう。まだまだ、このままできた。相手が何であろうと私は倒す。行くよ。このまま。うまくやってくれたようだ。あとは僕が。